冷凍弁当を食べ比べということで、冷凍のこちらは三つ星ファームと真心おかず、真心これは何なんだろう、真心シルバーライフの真心弁当なのか真心なんとかなのかちょっとわかんないですけど、今回のは気配り宅配食冷凍惣菜豚肉と茄子の味噌炒め弁当、こちらですね。これがどのように変化するのかちょっと、でこちら三つ星ファームの方はちょっとこれ見ててください。これが3分なんですね。であっちに行かないと私はレンジにかけることができない。で意外とですね、3分っていうのがもう意外と長い、意外と3分っていうのはなかなかね待ち時間が長いので、こちら三つ星ファームの方がほっこり味わい赤魚と豆腐の寄せ煮、今のところですね2食食べてこう比べて食べてるんですけれども、まあ見栄え的には断然こちらの容器で、まあ環境にもですね多分この容器の方がプラスチックじゃなくて紙に近いやつなので、なんか配慮してるかなっていう感じです。コストがかかってる感じですね、三つ星ファームの方が。はい。でね、こちらが赤魚、ちょっとこの辺とかですね、なんかあの形をこう切ったり、型取りみたいな感じでちょっと手間がかかってそうな感じがするのが三つ星ファームで、あのシェフの味と言われてるんですけど、好みかな、コスパで言ったらあの味とかも好みだと思います。素材の味とかシンプルな感じ、上品なというか、まあシンプルが好きだったらこっち三つ星の方がいいかもしれないし、まあ味もでもあのこちらの真心ケア食の方もですね、無難な味ですね。別に、すっごい感動するほど美味しいわけではないけど、まあ、美味しいかな、みたいな。で、量は全然、食べ盛りっていうか、まあ、普通に、ダイエットにはいいんじゃないかな、これって。今回はちょっとご飯。これもうね、2合を、2回ですね。0.5 合ぐらいじゃないですか、これ。ちょうど、あの、親子とか、2人で食べて、1回食べて、2回目で、なくなるぐらいな感じです。2合炊いて、まだ残ってるんで、温かいなんかご飯ではないっていうね。あの感じで、それがちょっと不満点っていや不満点なんですけど、でこれ普通だったらここの転生のとこまでオープンしてあのレンジでやればいいんだけれども、私の場合冷凍の時はこの状態で、あの温めたらこの状態でどんな感じだったかっていうのをレビューしようかなと思ってるんで、全部剥いちゃってから行ったっていう。でこれ前回のやつはメニュー名が何だったのか、この部分をすぐ捨てちゃって、わかんなくなっちゃったんだよね。こちらの真心の方はですね、多分ランダムで、また次頼んだ時に、次のはね、14食2個頼んじゃってるんで、面白くないよね。ちょ、こちら、どうする?こちらタイトルを見ててっていうか、ご飯ちょっと見ててください。まあ、取ってきます。はい。今回ね、これ600で3分ちょっとで大丈夫なんだけど、もうなんか冷たい。なんかうちのレンジがバカなのか、
冷たい時はその素材によって、今出したばっかりだからこのようにまだ冷たいのかもしれない。冷たい時はもうちょっと温めればいいだけっていう、そんな感じです。あのまだこれ凍ってるでしょ、この部分、この辺ちょっとなんかパッて、まだまだちょっと緩いよね、これちょっとダメですよね、まだね、ちょっと。なので、でだからマココロケアの方はですね、メニューが来ないの、メニューっていうかなんかこう選ぶこのメニュー表が来ないんですよ。なぜならばそのランダムで来るからです。なるべく違うのにするみたいな感じでは書いてはあるけど、でも確約するものではありませんとか書いてあるので、で本日ですね、私あのナッシュも頼んでみました。私がですね求める冷凍弁当に求めることは、あのもう魚一択だね。魚、魚、肉料理だったら別に焼いたり炒め物、肉料理で炒め物だったら簡単に作ることはできるんだよ。肉だったらちょっと夜遅く行けば半額でも買えたりとかするんで、別に肉は肉料理まで、そこまで別に料理が嫌いなわけでもないし、あの作り置きを作ればいいとかなんとかっていうことはあるんだけど、その作り置いているさのよりもなんかこう食べる量の方が、その食事回数が増えていって、かつ栄養バランスとかってなってきて、マンネリじゃないもの、そしてっていういろいろなことを考えると、ちょっとこのタイミング、夏休みのタイミングの時にこういう気になってるものを試してみるっていうのはいいんじゃないかなと思って、まあ一応その真心ケア食の方は、ちょっと休みがちでも冷蔵庫借りちゃってるんでね、冷蔵庫レンタルなんでね、ちょっとだらだらと、まあ株主優待自体が10月31日までのが、あとまだ2万円分残ってるんで、それをだらだらと10月末までの期限で使って、こう延命していこうかなと、スポットで入れてみようかなと思ってるんですけど、私がこのですね、冷凍弁当を検索して、まあ、いろいろ知ってきたら、なんかどんどんなんかヤフーのなんかスマホのねあれの部分でも結構なんかガンガンなんか入ってくるんだよ、出てくるんだよ、次から次へと。今度なんかあの袋を温めるだけで食べれるっていうやつとかが広告で出てきて、なんかいろんな業者があるんだなっていう、なんか思いましたけど、ただまあ検証はやめちゃったのかって、やめたわけじゃないんですけど、一応ですね、あのナッシュを頼む、ナッシュのいいところは最初のお試しの10個選んでとかっていうやつも、自分でメニューを選べる、これはねすごい素晴らしいと思いますね。押し付けがましくさ、なんかこう決まったやつをお試しでこう送りつけてくるよりも、自分で食べたいものを、興味のあるものをバーって選んで、できるのがちょっとこれはいいかな、ナッシュの方はいいかなと思いますね。なんかメニュー数も結構あって、私はもう単純に魚ってところから選んだんですけど、まあプラスなんかね、魚だけで全部一品ずつ頼んで、だから届くの全部魚料理のやつを一品ずつ全部頼んだっていう感じなんですけど、魚のやつだけだと9品までで、あと一品どうしようって言った時に、なんかあんかけチャーハンがあったんで、あんかけチャーハンを選んでみたんですけど、あんかけチャーハンちょっと期待だね、なんか、まあ、バランスと食のその品目数ですね、私が期待するのは食品の、なんか自分でさいろんな食材を調達して切って作って、で全然違う味でっていうのも限界だったりとかするんで、あとコスト的にはそうね、まあ安くはないですね。宅配料がやっぱ冷凍便になるんで、ちょっとその宅配がちょっと宅配料が高いんで、コストにその宅配料を上乗せになるってところがちょっとネックかなっていう、冷凍の便になるんで、ちょっとこれもう一回温めてくる。
ごい、すごい、なんか匂いがもうすでに。やば、三つ星の方は普通に600ワット4分って書いてあるのを4分10とかでやったらもう完全にもういい匂いがしてきてる。やば。やば、これすごいいい匂いがしてきてますよ。いい匂いが。うん、で、まあ、今、真心ケアの方をですね、レンジでちょっと、なんか冷たいから温め直してるっていう感じですね。これだとメリットは消費期限とか賞味期限が冷凍の分自分の時間に合わせられるところですかね。結構なんか匂いが、いい匂いが、すごいなんかすき焼きの匂いみたいな匂いがしてきてます。ちょっと素晴らですよ。あとはちょっと今、いや、うなぎの匂いかもしれない。ちょっと匂いまでお伝えできないのがちょっと悲しいけど、あらば、私のさっきあこりこりこれをですね、2個あたまった、2回目であたまった、こちらは真心ケア食です。ちょっと真心、これもね、案件とかそういうわけじゃなくて、やっぱりその、なんか生かしていこうと思ってるんでね。何かしらに。はい、これ2つで食べ比べで、これはですね、マジに冷凍庫に入ってる手前から取ったので、今回は選んでないっていう、何が出てくるのか分からなかったっていう感じ。こちらから、これは白菜、うん、生姜っぽい、うん、味もする。赤魚、これそのまんま食べれるのかな、皮を取った方がいいのかな、魚の皮まで食べれる人と。意外と高いんだよ魚。うん、これね、ちょっとね、味的に薄味だなって感じる人は、普段食べてるものが味が濃いんです。改善すべきです。これに足りないからといって味を足すのはダメなんですよ。どうしよう、あ、こっちの方が、まあ、私はね、ひいき目なしになんとなく2回目、たかが2回なんだけど、どちらの方がいいですかって言ったら、真心ケア食の方が、あ、この小判がなんか酸っぱいから美味しくない。好みではない。あー、なんかありがちな、豚の、まあ、ナスの味噌炒めって、いや、そうなのかもしれないけど、ナス少なすぎて何の炒め物なのかよくわかんない。ナスの味がする。じゃあ、必ずと言っていいほど今んとこ2食ともね、これがついてるの。これナッパ対決。うん、ほうれん草でした。こっちは
こっちはほうれん草。今回こっちに来たか。で、なんかこれ小松菜くさいね、なんか。なんなんだろう。ランダムに送られたのをランダムに取って、こう必ずこのほうれん草か小松菜が来るっていう、この、なんだろう。なんかね、これ小松菜に見えて、こっちもほうれん草。いや、全然違ったらどうしよう。これ見りゃわかるんだろうけどさ。待って。読めないわ。読めないわ、マジに。ね。ただ、食材自体は、中国製造とかそういうのもなんか書いてある。カロリーは、カロリーも書いてあるのかな。なんか群馬で作ってるのって。だこれね、いろんな会社が多分、介護食とか作ってる会社とかも結構あるんで、日清系統とかさ、あと、冷食の会社とかも、これ冷凍とか、硬っ！何これ？何これ？硬いよ、これ。白いやつ。あ、イカだ。うん。それ硬いよ。うんうん。これをテーマにしてさ、柔らかいやつから、ペーショクマ、ペースト状のやつまでさ、バリエーションよく。うん、なんかニンニク。いや、大根にすごいなんかニンニクの味が染み込んでる感じなんだけど。うん。ほうれん草対決は、値段が高いから言ってるわけじゃなくて、こちらのほうれん草の味の方が濃いです。なんかえぐみがすごいある、なんかえぐい感じがする。なんかほうれん草の味がするんで、なんか素材が有機野菜とかそんな感じなのかな。でこっちがなんかちょっと安いやつになるんじゃないかな。ほうれん草なんでしょうけど、食べやすい味っていうのかな。えぐみが全く。なんかこれ。ピリ辛。これすごいピリ辛なんだけど、これ。これ何これ。ナスと、玉ねぎと、なんかすげえ辛い。今、あれ食っちゃったかな、この、からし、唐辛子。食べちゃったかもしれない。あ、ちょっとこれでも一個ナス食べちゃったら、こいつの存在が何も なくなっちゃうんだけど、原型も。うん。ちょいちょい酸っぱいものが入ってくるのは、基本なのかな？自分では絶対作んないや、こんなに酸っぱいものをさ。酸っぱいだから。酸っぱい。で、ピリッと辛い。で、こっちは、まあ、基本的にはなんかね、味が、まあまあ、私は三つ星ファーム、シェフが作ったっていうから、作った味みたいな感じで、プロの味みたいな感じだったんで、ものすっごい期待値が高かったんだけど、言うほどでもないかなっていう。他に付加価値を作ってるよね、みたいな。この容器が高そうとか。でも3瓶しか入れられないわけじゃん。うん。まずくはないですよ。美味しいですよ。すごく美味しいっていうわけではないよ。で、おそらく、塩分量とか、カロリーとかを考えてのお弁当になると思うので、まあ、こうなるんじゃないかなと。
魚もちっさ、マジちっさ。うん、ああ、でも贅沢だね、弁当2個食べ比べながら。いや、おかずになるのはどっちって言われたら完全こっちだよ、こっちね。真心系あそこの方がおかずにはなる、味もしっかりしてて美味しいです、こっちの方が。うん、あね、美味しいものを食べてれば健康なんですかって言われるとそれとはまた違うわけじゃん。いやでもこれは、うん、うん、ああ、冷凍だと高いんでね、なんか毎日宅配のやつ頼んじゃうかな。500円のが2食からでも持ってきてくれるって言ってるから、冷凍のよりも、うん、すっごいでもなんかいい感じの人、うん、そう思って、なんかこれマジに美味しいわ、これがこのパン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 って食べた中で美味しいです、これが一番。次はこれかな、これよりこっちかな。1、2、3、これ酸っぱいから4、5、これ酸っぱいから一番まずいね、これこいつだね。なんなんですかあなたはっていう、はい。でこれはね、すごい見た目は素晴らなんだけど量がすっげー少ない、なんか赤魚なんだけど、赤魚なんだけどマジ一切れがちっちゃすぎる、やば。まあ魚高いんでね、魚高いんでしゃあないっちゃしゃあないんだけどさ、これでさ、なんかこれだけでだよ、これだけで一食でご飯はちょっと寂しいかな。うん、でも私はこれ2個食べ比べてるからいいけど、1個だけだったらこれだったらマジに寂しいって感じになると思う。うん、コンビニよりも健康にはいいんでしょうけど、いや、うん、まあでも食事っていうのは朝昼晩ってあって朝飯に持ってくるんだったらいいかもしれない。うん、なんかお粥だけしか食べないよ、寂しにこれをっていう。いやだからといってね、2個をねこう頼んで食べると1食がめちゃくちゃ高いんで、1500円ぐらいだな2つで。そんなにしないかな、700円ぐらいはすると思うんですよ1個。うん、配送料とかもかかるんで、ワンコインとかっていうのは全然嘘で、お試しでもワンコインよりも多かった、5000、6000、7000円ぐらいは払ったんで、7000円で14食、7000いくら、8000弱で、ね、14食で、それが初回お試しだからみたいな感じで、はい、2回目以降は自分の好きなものを14個頼む見るんだけど、それメリットなんです、好きなものをね、高そうなやつを
選ぶっていうのはいいかもしれないんだけど、どうよって言われたら1万ぐらいはかかるんで、14食で1万円ですよ。2個食べれますかって、2個は無理ですね。私ちなみにこれ全部食べるわけじゃないんで、これあのこんだけなんか食いさしたのを子供に食わせるのかって言ったら、それは本当に濃く、濃くっていうか、まあ家族なんでね。うん。私あの食レポをしなきゃいけない関係上、あの残りかすでさ、こっから食レポ始めたらやっぱりちょっと良くないでしょ。だから先に食レポさせていただいて、なるべくだから綺麗に食べようかなと思って。うん。2個の弁当を半分ずつ、まあ1個ずつ食べれば一番いいんだけど、まあ食レポがてら比べて食べて、半分ずつ残して食べれば、品目的にはいろんな品目を食べれるわけじゃん。何品目ってのかな。うん、これだけだとちょっと、だとね、三つ星の方は素材の味が濃い感じがしますね。なんか多分素材自体、野菜自体こだわってる系の、全然やっぱいかねえな、これ酸っぱいやつは。なぜ酸っぱい味にするのかな、これ需要あんのか。あれね、なんかまあでもすんごいなんか、最初からすっごいなんか最強酸っぱいっていうよりは、最強酸っぱいこっち。酸っぱ辛いっていうか。最初から酸っぱすぎるんじゃなくて、なんかごぼうをアク抜くために、酢水に入れて、ちょっと取るの忘れちゃって、ああ、酸っぱいわ、みたいな感じの味。うん、食レポなんだかしっかりしろよって、そうなんだけど。あとはなんかね、こう食べてて、箸で食べるじゃん。このスープみたいなやつがさ、もったいなくない？これ。こうなんか、もったいなくない？これ。ちょ、もうちょっとなんかの、これも、そう、こうやってつついて食べて、このなんか、若干、なんかとろみはついてるにしても、箸では食べれない。スプーンで舐めるまでっていうのはちょっとなっていう感じのこの、うん、このなんか緑系のはね、ちょっと食べれば汁もそんな出ないで、うん、こっち側のほうれん草のやつはむしろ汁なんて全くないわけですよ。これはなんか、うん、うん、いい感じでご飯も減ってきました。うん、まあ真心ケアの方がとりあえずあの総合評価が高いのもなんかもう2食目で分かった、理解した。うん、高級そうな。これね、セブンイレブンの弁当でもね、あるんです、あるんだよ。これ容器を、かさまして、このくぼみ、多くしたりとか、高くして、大きく見せて、中身少なくしたら、値上げみたいなやつ。これはもう、大きく見せようがないじゃん。でも、じゃあ実際、家で、食べて、頼むとして、おっきいね、これね。レンタル冷蔵庫借りてる、こちらでレンタル冷蔵庫借りてるんですよ。シルバーライフの方で。冷蔵庫、冷凍庫借りてるから、こう、おっきいの来てもいいけど、じゃ、これが14食バッて来たら、ちょっとね、やべえよ。量的に。普通の、うちの冷凍庫でも、ある程度食材を冷食のやつが来るからって言って減らしてってじゃないと、そっかできないね、これ。うん。いや、ものすっごいいろんな会社が
搬入してるんで、ちょ、これはね、面白いかなと思います。いろんな会社、いろんな冷凍じゃないやつとか、袋でバーッと出すやつとか、次から次へと、ヤフーの、なんかもうスマホにどんどん広告が出てくるからさ、すげえな、みたいな。もうスマホのトップ画像にこういうの出てくるんだよ、勝手に。これはナッシュ。ナッシュは、だからこのビーフ、チキンとか書いてあったりとかする。あとはね、ちょっと気になってるのが、ANA のやつ。ANA のやつ。全日空のやつ。あと、JAL は、結構ね、料亭の、この、なんていうの、ミールっていうの、なんだろう、機内食のやつ。エコノミークラスのやつ。いや、エコノミークラスのやつは、みんなが食べれるから別に、あれじゃん。ビジネスクラスとかさ、あと、あ、そうか、でも、ビジネスクラスはこれで出てこないからか。ちゃんとビジネスクラスは、速記にね、ビジネスクラスとか、あとは、なんだっけ、一番高いクラス。言葉が出てこない。ビジネスクラス、あと、ハイクラスじゃなくて、ちょっと待って、ビジネスの前に、エコノミーが安い、一番安いやつじゃん。エコノミーって今、食事出てこないんだよね。国内線とかだと、なんか、ドリンクしか来ないんだよね。で、今その機内食いるかいらないかとかも選んでプラスだったりとかするっていうのもちょっと漏れ聞いてんの。私全然海外行ってないからわかんないんだけど、まあ私が行きまくってた時のちょっと、あれか、なんかサーチャージみたいなやつ、なんかそれがプラスですよみたいな、すげえ安く行けてたのが、なんかその原油価格高騰によるなんかあれで、格安のチケットとかもすっごい高くなったりとかして、うん、私は日本で買うとしたら JAL とかあと全日空とかがすごい高い、日本を拠点にしてどっか行くチケットがすごい、高いわけですよ。なんだけど、そこの高いところの航空会社を選ぶというよりは、そこでエコノミーで行くんだったら、同じ値段で、海外の、香港とか、あとは、まあ、どこだったっけな、もう今ない航空会社とかも結構あるんで、他の他国の、こう日本に来て、っていう、まあ、行ける、その、ストップオーバーって言って、そこに泊まってでもっていうようなさ、航空会社を海外にして、で、ビジネスクラスみたいな感じにして、行ってたりとかしてたので、値段はね、出す値段は、懐は同じぐらい。どれくらいだったっけな、時チケット。まあ、そんなにすごい高くなかったような気がするんだけど、でも海外のにして、わざと海外にして、もう、ケチってケチってケチって行くっていうよりは、同じ値段だったら、海外の航空会社にして、ランクを上げて、行こうみたいな。もう、フライト時間がさ、ヨーロッパとかだと、あ、ヨーロッパなんで私が、ヨーロッパなんで私がね、いたのが、13時間ぐらいかかるんですよ、直行便でも。かかるんですよ。で、アリタリアも使ってましたけど、アリタリアはね、結構遅れるんでね、予定が立たないっていうところがあったりとかする。アリタリアを使うより、だったらアジア系のキャセイとか、あとは、まあでも私、大韓はちょっと、大韓航空はちょっと苦手なんで、大韓航空とチャイナエアだっけ、あれの2社はちょっと、偏見でね、あんまり好きじゃなくて、乗ったことないんですけど、多分乗ったことないんですけど、KLM、とか、オランダ航空とか、スイス航空とか、あと、他になんかあったかな。あと、なんかね、アメリカのやつはヨーロッパに行くのに、アメリカに一回泊まってから、アメリカからまたヨーロッパっていうね、
ちょっと方向違うんだよねって。マイルを稼ぐためには、アメリカで泊まってからヨーロッパに向かうっていうのもいいんだけどさ、なんつったってのフライト時間がすごい嫌なんだよ、私は。あの飛行機の中にずっといるっていうのが。マイルを稼ぐよりも、そう、ずっといる時間をいかになんかこう、快適に行くかぐらいな感じで思ってたので、ちょっとアメリカ経由でヨーロッパっていうのはちょっと現実的ではなかったので、ただなんか航空会社がどこだって提携して、このマイルが貯まるみたいなのがあったりとかしたので、ただ全然活かせてはいなかった。なんか私ポイ活で苦手なんで、ちょっとなんかそのマイルを使いこなしてなかったのがちょっと今考えるとバカだったなと。あれだけなんか行き来してるんだったらみたいな。仕事があってからもヨーロッパにですね行ったりとかしてた時もあったので、まあ、行きっぱなしでずーっとって、ずーっとってか、まあなんかの用事でこう帰ってきてた印象があるんで、1ヶ月ぐらい行って、1ヶ月ぐらいちょっと帰ってきてまた行ってとかっていう期間が結構多かったですんで、なんかやらなきゃいけないことをこなして、また行って、で、また帰ってきて、みたいな。で、また行って、みたいな。それを繰り返してたような。どっちの方が長くいたのかっていうのも、ちょっともう覚えてないぐらいな、昔の話なんで。ただですよ。ただ、私は5大陸全部行ったことあるんだけど、5大陸の中のアフリカ大陸は、唯一エジプトがアフリカ大陸に値するんですね。私は注射とか打って、アフリカ大陸を制覇する勇気はないわけですよ。アフリカの、なんか、こう、本当に、フェアトレードとかやって、そのなんかこう、カカオとかをさ、子供さんがさ、バーってこう落としてる瞬間とか、そういうのはね、もう別テレビで見ればいいかなぐらいな。なんか別にそこを、私はなんか旅するよりも、そこ行くためには、すごいなんか、注射を打ったりとか、なんか証明書みたいなやつ、なんか感染症とかが流行る全然前からでも、行くのにすごいハードルが高い感じだったわけですよ。うん。で、安全性もそうなんだけど、アフリカとかってなってくると、治安とかも悪かったりとかするんで、エジプトなんかもね、はっきり言ってね、私がね、行った時ですら、結構、やばかったよ。やばかったですよ。なのにもかかわらず、小池百合子は、私が、あれ、生まれる前、いや、そこまでじゃない？いや、でも小池百合子って、まだ、おばあちゃんなんですよ。はっきり言って。自分の親よりも、どっちがっていうぐらいの、感じな、お年の方なんですよ。おそらく4年後はもう都知事選出てこないんじゃないの、年齢的にっていう感じだと、もう77歳とかでしょなわけで、そうするとですね、なんか見えないよね。77歳には見えないけど、次は無理でしょって。とか多分ね、あの人がカイロ大学首席で卒業とかっていう時代は、私が想像するよりも全然治安が悪いと思うんで、私が、アフリカ大陸に行かないと、五大陸制覇にならないみたいな感じで行った時よりも、もうちょっと昔の話になってくるから、もっとなんか治安悪いと思うんだよね。結構やばいよ、海外は結構やばいですよ。トルコとかも、まあまあ事件とか起きてるんで、私は、トルコとかですね、まあ一応カッパドキアとかいろいろ見たけど、ああいうなんかちょっと治安が悪そうな国とかだったら、もう一人で回るとかっていうことをしないで、なんかのこう、ツアーみたいなやつに申し込んで確実になんかこう帰ってこれるみたいな、こう保守的だったので、アフリカでのエジプトとかも、なんたらツアーみたいなやつ、ちゃんと連れてってくれるやつとかを選んだんだけど、まあでも飛行機とかはあれ本当になんか機長とツーショット撮れたような、まだ、タッチテロの前だったからかな、なんか、エジプト航空ってむちゃくちゃフレンドリーでさ、コックピット案内してくれて、写真撮れたんだよ。今なんか絶対無理でしょ、そんなの。飛行機って、大丈夫なんです？機長こっち見て、これ一緒に写真撮って大丈夫？飛行機って、自動運転だから、機長は座ってるだけっていうさ、それ初めて知ったんだ。でも結構揺れたりとかしたからさ、
って思ったんだけど、って思ったんだけど、結構あったよ。なんか、とにかく、その、ビジネスクラスよりもちょっと上、ビジネスクラスとかビジネスクラスちょっと上のクラス、ビジネスクラスの上って何だったっけな、ファーストクラスだ。ファーストクラスとかで行こうと、行くと、その、前方なんですよ。機長の席の結構近かったりとかすると、あ、どうぞどうぞみたいな感じだったりとかするんで、結構面白い経験とかあったよ。うん、あとなんかあの船とかも、あの一番高いあれで、あの船、フェリーとかでね、なって行った時とかも、やっぱ船長と、あの船長のあそこのところでさ、写真撮ったりとかできたんだよ、なんか。今はもう無理でしょ？ハイジャックとかそういうのがあったりとかする関係で、なんか多発テロとかで全然なんか変わった気がする。もうあれの後とかも全然行ってましたけど、なんかもう、全然変わった。もう。なんか全然自由じゃなくなったっていう。手荷物検査とかすごいなんかうるさくなって、すごいなんかちょっと魅力が半減したかなっていうところは、あるんですけど。うん。で、この、結局、エジプトのね、首席でっていうのは、エジプトでね、日本人が、お飲み物もですね、水は絶対飲むなって、水、絶対飲んだらダメっていうくらい、で、あと、その治安も悪く、生野菜絶対食べたらダメだとか、すごい注意がね、あったんだよ。なんか、ホテルのなんとかで、サラダとか出てきたとしても、食べたらダメ、生野菜は絶対食べたらダメとか、って言われたりとか、食事とかも、あの、ファストフードとか、その、あの、なんかね、旅行なんでね、行った先だけなんか、こう、はーって、屋台みたいなやつとかで、勝手なものを飲み食いすると、ちょっとあの、本当になんかあの、お腹がやばいことになってですね、帰国できなくなるとかっていう事態になったりとかもするんで、あの、絶対に、こちらが出すもの以外、食事として、あれするもの以外は絶対口にしないようにとかって言われるぐらいやばい感じなわけですよ。なんか、だからね、ちょっとね、無理あるよ。カイロ大学は絶対嘘だと思うね。あそこね、女性がね、生活して、その学校に通うなんてね、無理だと思うよ、治安的にも。無理でしょ。うん、で、あの、それ、アラビア語でお願いしますって言ったら、小池栄子黙るでしょ？喋んないでしょ？アラビア語。さ、無理でしょ？で、あとさ、あの、海外とかで、大学、海外とかだと、大学に行きたいですって志願すれば行けんだとお金払えば行けんの。日本と全然違うから、入りたいですって言ったら、あの、入れるの。日本は入りたいですって言っても、試験があって入れないの。あの、学力とかがないと、無理なんです。でも、あの、日本は入るときに大変で、出るとき緩いじゃん。海外の場合は、入るのは楽なんだけど、もうゆるゆるなんで、もう志願すればいけるんだけど、出るのが出れないの。むちゃくちゃ難しいの、出るのが。卒業することが難しいの。だから、あの、何々大生でーすとか言っても全然そうなの。大学なんて金があって、時間があって、あの、志願すれば入れるところ。でも出るのが難しいんだよ。だから出るのに4年以上かかるとかっていうのが普通なのに、首席で卒業ってね、あの、ちょっと、まぶし、無理だと思うね。日本語で、こうさ、ね、教授みたいな人がブーって話してもさ、なんかこう何言ってるかわかんなくて、こう寝ちゃうわけでしょ？みんな。こうやって寝ちゃうわけでしょ？議会でも退屈だから寝ちゃうわけでしょ？自分の出番以外みんな寝るわけじゃん。こう寝ちゃうわけですよ。なのにもかかわらず、あの、こう、難しいね、小難しい話を外国語で理解するなんて、なかなか難しい。英語とかね、英語とかだったらまだわかる。まだわかる。あの、帰国子女とかだっているんでね、英語とかフランス語とかドイツ語とかあの辺、もうじっくり、本当にじっくり腰を据えて行ったりとかすれば、わからんでもないよ。エジプトはでしょう。それはね、無理だと思うよ。うん。無理だと思う。で、ちなみに私はですね、ミラノ工科大学っていうところに志願して行ったんですけど、卒業はしてないので、
卒業してないんで学歴詐称とかじゃないの、行きたいなと思う、行きたいですって言ったら行けるっていうだけで別に交換留学制度で行ったのかな、なんかそんな感じで行ったけど、別にその大学出たわけじゃないんで、で行くじゃん、で同じぐらいの年齢のいるじゃんイタリア人が、そうするとね、イタリア人って日本人が大好きなんで、こうもうそこで なんかあれですよ、普通に遊ぶ、なんかその日本人みたいな、なんかこうエロいなんか日本人の方が本当になんかもう気持ち悪いなと思ったよ、なんかこう外国人の人の方が全然なんかピュアだったような気がする、全然ピュア、なんかなんか男がいて女がいてそこで嘘かかるとかそんな感じは全然なくて、そこら辺はね結構韓国人の人にすげー言われた、留学とかしてると結構韓国人同じレベルの日本人と同じレベルのそんな大した家柄でもないけど、まあとりあえず海外に留学させとくみたいな感じの一般ピーポーの子供が、私も一般ピーポーの子供として留学とかに行ってる口なんで、二極化っていうかどっちかすっげえ金持ちでなんかもうできてる人とは一緒にはならないと思うんで、でなんか中途半端な日本と同じ感覚で、まあ、来てる韓国人の方とかに会ったりとかすると、もう日本人はスケベでしょうがないと、だからなんかラブホテルみたいなそういうことをする専門のホテルまであるんだみたいなことをすげえ言われても、私は韓国行ったことないんで韓国にもあるだろバカ野郎とかって言えなかったんだけど、すげえなんか、で中国人の人っていうのはいなくて、台湾の方とかがいた感じかな、なんか、ね、微妙に英語の、ね、英語でコミュニケーション取ろうとしても何言ってるか分かんない、なんか黙ってるからなんか変な訛りがあって全然分かんないっていう感じ、もう他の海外の人からすると日本人も韓国人も顔が同じだからもうチャイニーズって言われるんだよ、チャイニーズとか言われて、でも中国人じゃなくて韓国人と日本人だから一応チャイニーズって言われるとムッとするの、その感覚っていうのかな、なんかあれが懐かしいな、なんかもうむちゃくちゃなんか韓国の人っていう、なんかもう今は全然違うみたいで、逆にうちのチビスケとかチビスケの友達もこの中学生とかで韓国アイドルみたいなのが大好きみたいな感じの人とか普通に SNS で韓国の方とつながってふーってなってるかもしれないけど、私の時代の韓国人の人たちっていうのは、もう日本は敵だみたいな、もう日本人なんかクソだみたいな、日本人を見かけたらディズレみたいなことを親にすごい吹き込まれてる人たちだから、もうそこでもうなんかもう嫌いな人と、に、いかに、いや私は、スバラですよって、いい人ですよって言ったとしても、マイナススタートだからもう無理だよ、こう頑張れねえよっていうか、別にこんなのも、高確率でメガネかけてるからね。もう日本人と全く同じ感じの、メガネかけてさ、目がさ、そのちっちゃいさ、なんか短足なさ、そんな男よりもさ、そらイタリア人とか行くね、目だってクリッとしてるしね、頭がハゲっていうのがちょっと、イタリア人の特徴、ザビエルみたいな、ザビエルはスペイン人なんだけど、ちょっとザビエルっぽくなってくんだよね、ヨーロッパの人って。でも身長は絶対高い、低い人もいたけどさ、でも大体高いわけですよ。身長が高くて目がクリッとしてて、いい感じにイケメンなんですわ。そしたらあなた、喋るのもさ、そんな顔が似てるさ、そんな韓国人のさ、なんか自分のことをもう大嫌いだみたいなことを言われてる人とさ、交流を深めるんだったらって思うでしょ、結構なんか嫌われてる国の人からすると嫌われてるし、好かれてる、だから外国は難しいね。なんか、すごい日本大好きですっていうような国に、じゃないと、ちょっと嫌かな。で、子供が、海外に行きたい、行くとかして言ったら、いや、ちょっとマジにちょっと、無理だよ、嫌だよって なる感じ。ちょっと、勘弁していかないで、みたいな。それ多分ね、いっぱい子供がいたら、行きたいって言われたら、
ああしょうがない納得するしかないと思うのかもしれないけど、いやうちあのちびすけしかいないわけじゃん。そうするとあいつがいなくなったらちょっとなって、まあ、イライラはするんだけどね、いるといたで。でもちょっとあいつまだちょっとそこまでしっかりしてるような、結構離れてる時期が少ないんでね。まあ、あの、結構少ないんで、もう結構修学旅行とかで2日いないとかでも結構なんかもうこう、嫌な感じするからね。まあなんかアスリートとして合宿みたいな感じで、四五箱いないことがあったりとかすると、ちょっとなんか複雑な感じだからね、なんか。ちょっと会いに行っちゃうみたいな感じでさ。それが海外とか言ったらちょっと無理かな。ちょっとその寛容さがちょっとないかな。入江陵介はカナダに留学してるから、じゃあカナダならいいんですかって言っても、ちょっとカナダ、ちょっとね、で、経済力はそこまでね、厳しいね。なんか、スポンサーでも見つけて、スポンサーって言ってもな、変な、やましいあれじゃなくて、企業かなんかのスポンサーがいて、で、向こうで練習しがてらなとかってことだったらいいかもしれないんだけど、なかなかそこまでのレベルっていうのは難しいんじゃねえのっていうのが、だんだんなんか、ちょっと、感じですね。まあちょっと、海外に留学したいとかって言われたら絶対嫌だなと。バイクに乗りたいも大反対するね。無理だね。あれはバイクはマジに一発、事故でっていうのがあるんで、その全体に、バイクだったら車にしなさい、買ってあげるから車とかって言いそうな感じですかね。車の方がちょっとガードされてて、まあ車も事故は事故で事故なんだけど、でもやっぱ車の方がまだ、なんか、感じですかね。やっぱ子供のことになるとちょっとね、ちょっと違ってくるね。自分が平気でなんかそんな関係あん、そんな関係ねえみたいな感じでなんか生きてきた割には、なんかちょっと自分の子供にやられるのちょっと無理かな、みたいな。で、結局なんだかんだ言いながら私は普通に検証の動画と同じように、こいつが喋ってしまったっていう、ご飯全部絡んで、これは子供に残して、明日子供半分残したつもりでございます。全部食べないのは、2食レポートするのを、これは単純に2人分で。で、これ混ぜてさ、1個のあれにトレーにした方がいいかなって思ったんだけど、味混ざったらやっぱ嫌じゃん。だからこのまんま、ラップして取っといて、ちょっと1食あいつにこれを食べてもらうっていう、そんな感じでいこうかなと思っております。で、はい。これからですね、冷凍の何回続くんですか？それわかりません。今、14食が、三つ星ファームと真心ケアで来てるんで、まあ、14回は確実だよね。これ2個ずつ14回はできるよね。で、その先は、まあ、ナッシュが、これから来たりとか、あと興味のあるやつをちょっと、まあ、こうタイミングを測ってですね、ちょっと頼んで、行きたいかなと。いろんな品目は食べれていいかなと。ただ、節約にはなってないよね、みたいな。そんな感じです。